勉強しなさいって親に言われてなんかやる気出てきた宿題頑張ろうってそんな子見たことないゼロ人ですとにかく余計なことは言わない赤ペンを置くどうかするんじゃなくてやる気がない子自信がない子そのまま受け入れるこの気持ちは間違ってないんだ僕はここにいていいんだ生まれてきてよかったって自分の気持ちに自信が持てるようになる自分の人生を自分ごととして捉えて生きていけるようになるんですよはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターカチです 親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは家庭で非認知能力を育てる7つのコーチング術。早速ですけど、あなたに質問です。お子さんを見ていてこのようなことはありませんかライフスキルチェックテストです。失敗を恐れる。新しいことに挑戦しない。いつも他人と比べる。自分なんて無理が口癖。輪の中に なかなか入れない。授業中手を挙げて発表できない。言い訳ばかりする。宿題を嫌々する。特にやりたいことがない。何をやっても続かない。3個以上当てはまれば、ライフスキル、確保、非認知能力が低いことが考えられます。でも安心してください。ライフスキル、非認知能力は、新しいルールを習慣化することや、親の関わり方次第で、どの年齢からでも高めることができます。2021年に、 やり抜くこと、投げ出す子の習慣という本を出版させていただきました。この本は一言で言うと、子供の非認知能力を高めるための親の関わり方を紹介した本です。なんでこの本を出したのかそれは、やりたいことを諦める。そんな子供をなくしたいからです。僕は子供の時、何をやっても続かない。自信がない。言いたいことも言えない。そんな投げ出す子でした。好きな子いましたよ。可愛い,い子。ポニーテールのね。 でもね、どうせ話しかけても嫌われるんやろな、相手にしてもらわれへんねやろな、隣のクラスの〇〇くんのことがどうせ好きなんやろなって思って話しかけることすらできませんでしたよ。バスケットボール部に入りたかったよ。小学生の時はね。でも僕よりも身長高い人いるし、運動神経いい人いる。だからどうせ努力しても練習しても試合に出られへんねやろなと思ったらバスケットボール部に入れませんでした。そんな感じで言いたいことも言えない。やりたいことも我慢する。何をやっても続かない。そんな自分が大嫌いでした。2014 64年にライフスキューの学校を立ち上げてこの10年間1万人以上の子どもたちと向き合って生きる力を高める教育プログラムを提供してきましただから今はっきりと分かりますやり抜くこと 投げ出すこの違いは何かそれはやり抜く子は非認知能力を持っているんですよ非認知能力を身につければどんな子どもでも自分に自信を持って自分が決めたことを最後までやり抜けるようになります非認知能力が高い子はそうでない子と比べて将来の学歴年収報復度が高くなるということも報告されていますお子さんの将来の成功とか幸せを決めるのは学力とか IQ ではなくて非認知能力なんですよ今回の動画ではやり 抜く子を育てるそして非認知能力を高めるための親の関わり方を厳選して7つ紹介させていただきます最後まで聞いていただけたらやり抜く子を育てるために具体的にどんな声かけをしたらいいのかどんな関わり方をしたらいいのかが分かり子どもと親の間にしっかり境界線を引いて自分らしい子育てができるようになりますあなたのお子さんがこれからどんな時代になったとしても自分らしくたくましく生きていけるようになる最後まで ご視聴ください。この番組では、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、早速始めていきたいと思います。まず最初に、非認知能力って何ぞや なぜこれだけ今、教育業界、そして子育ての業界で、非認知能力が注目されているのか、それを解説させていただいた後に、具体的にどのように関わったらいいのか、引き出す子育てと緩める子育て、7つ紹介していきたいと思います。まず最初に、非認知能力とは何でしょうかそもそも、能力には2つあると言われています。認知能力と、非認知能力です。この非認知能力は、 ライフスキルととも呼ばれていますとで認知能力とは何かそれは数値で測れる能力ですね学校のテストで出るやつですよ学校のテストで出るやつ IQ とか学力漢字計算とかピアノがどれだけ上手に弾けるのかとかバスケットボールのシュートのスキルであったりそういう専門的な能力であったりスキル学力 IQ これが認知能力ですよねでもう一つそれが非認知能力ですこれは 学校のテストとか IQ とか数値で測れない能力。例えば自己肯定感。自分のことをどれだけ肯定できているのか。これテストに出たことないよね。じゃあコミュニケーション力。これどうでしょうか。テストには出なかったですよね。失敗した時に立ち上がる力。これもテストに出なかったですね。 そのような自己肯定感とかコミュニケーション能力、そしてやり抜く力とか、自分で目標、ゴールを見つけて、ゴールから現在地、ね、今どこにいるのだろうとか、今自分の能力はど,んど、ど、どこにあるんだろうとね、現在地をしっかりと分析して、そこまでどうやってたどり着いたらいいのかなって計画して、それを実行していく力とか、ここら辺が非認知能力になります。で、近年言われていること、この非認知能力がね、なんでここまでね、 注目されているのかもうそれはシンプルに、非認知能力を高めれば高めるほど、お子さんの将来の年収とか学歴とか幸福度が高くなり、逆に犯罪率が低下したっていう報告がなされたからです。ね。長期で見て、40年のデータですよ、これは。ね。幼少期に、ね。幼少期の幼児期、学校に行く前です。修学前の子供に、非認知能力を高める教育を受けた子と、そうでない子を比べてみたんです。 40歳になった時点でね、その後どうなったのかって、長期的なデータです。その結果、幼児期に非認知能力を高める教育を受けていた子供は、そうでない子と比べて、年収がぐんと上がっていたということであったり、学歴も高かった、そして QOL であったり豊かさ、そして幸福度も高く、一方で犯罪率も下がっていたっていう報告がされたんですよ。 ペリー修学前のね、えー、テストっていうん、ペリー修学前チェックやったかな。ペリー修学前テストっていうのがあるんですけど、そちらをチェックしていただいたらわかると思います。で、そういう報告がなされたので、なされたので、今、非にち能力が注目されてるんですね。えー、具体的にどのように注目されているのかというと、2020年にね、学習指導要領が変わったんですよ。 小学校とか中学校とか高校のね、えー、学校の授業っていうのは先生のなんか思いつきでやってるわけじゃなくて学習指導要領っていうねその文科省にの,その決めたそういう決まりにのっとって授業をしてるんですね授業してるんですよそうなんですでその学習指導要領に,において、えー、これからの学校指導,学校指導においては学校教育においては覚える教育から思考する教育考える教育に移行しようっていう話になったんですよ つまりが、学校の先生がね、黒板の前でああだこうだって写してる、えー、書いてることをそのまま写す、そしてそれを暗記して答えるっていう教育ではなくて、 ね。それをもちろん覚えることも必要なんですよ。覚えた上で、自分はどう思うのか、自分の意見を伝えて、周りの人と対話して、みんなが納得できる答えを見つけよう。いわゆるアクティブラーニング。よく聞きますよね。そういうふうに、えー、情報とか知識をどのように活用するのか。ただ覚えるだけじゃなくて、どういうふうにそれを自分は感じて、どういうふうに思うのかって、新しいアイデアを生み出していく。そういうふうに考えて、対話する。そして、作り出していく力。 そのような非認知能力が大事だということでね、えー、あらゆる教育において、アクティブラーニング、いわゆる双方向の授業が導入されるようになりました。これまでは一方向でしたね。先生が言うたことを覚えるみたいなところから、先生が言うた、それに対して私はどう思うのかを伝えて、で、生徒の中でディスカッションして、えー、みんなが納得できる答えを見つけ出していく。そういう教育に移行したんです。 ね。そういうこともあり、それは学校だけじゃなくて、会社でも社会でもそうですよ。そうじゃないですか。ね。もちろん認知能力必要ですよ。学力とか英語がどれだけ話せるっていうのも大事かもしれん。でも、誰と働きたいのかってなった時に、やっぱり上位に出てくるのは非認知能力じゃないですか。ね。責任感がある人とか、ね。えー、相手のことを理解しようとする人、尊重できる人であったりね。えー、なんだろうな。自分が決めたことを最後までやり抜く人とか、ここら辺ね。 会社が求めてる人材,人材っていうのは毎年発表されてるんですけど、いつの時代もこ、この最近はね、特に非認知能力が求められてるんですね。非認知能力。もちろん英語も大事だけど、責任感ある人が大事なんですよ。ね。プログラミング力大事ですよ。それ以上に、なんだろう。どれだけ誠実に生きてるか、正直であるか、これが求められるんですね。こういう非認知能力は学校教育だけではなくて、社会でも求められるし、もっと言えば、 私たちの人生にも求められるんですね。だって、どれだけ点数がね、学校のテストが高かったとしてもね、自分の心が満たされていなかったら、幸せになれないよね。どれだけいい会社に入っても、どれだけ、ねえー、イケメンと結婚したとしてもねして、したとしても、自分がそれが楽しいと思えなかったら、自分がそれで満足してなかったら、納得してなかったら、心はすっかすか、全然嬉しくないじゃないですか。 ね、幸せになるために生きていてよかったなとか充実感を持って毎日過ごしていくためにもやっぱり非認知能力大事なんですよ。このように非認知能力があることでね社会でも学校で学んだことを生かせるようになるしプラスその社会で生かせるだけじゃなくて自分の人生を充実して自分らしく幸せに生きていけるんですね。はい、そういういこことでこれは学校 教育業界だけではなく社会でもそしてこれからの人生どうやって生きていくのかロールモ,デルモデルがありませんこのレールに沿って生きていったら幸せになるってそういうレールがなくなったんですいい会社に行っていい大学に行って、ね、そこで出世して、ね、定年するまでそこで働いてっていうそういうロールモデル的な生き方がなくなった今自分が何を求めているのかいろんな情報を聞いて自分で人生を作り出していく人生を切り開いていく力が必要なんです で、もちろん、認知能力も必要ですよ。認知能力はいらんって言ってるわけじゃなく、非認知能力を身につけることで、認知能力も活かせるようになるって言ってるんですこれどういうことかというと、そうじゃないですか。どれだけ、英語を話せたとしてもね、ね、英語力が高かったとしても、トエフル l ん点、t トエク c ん点、英検一級取ってたとしてもね、目の前の外国人が、今何を求めてるのかなとか、こんなこと話していいんかなって、相手の立場を立って考える力とか、 相手に共感する力がなかったら外国人と交渉できない友達になれないわけじゃないですかどれだけパソコンの専門知識を持っていたとしてもねこのパソコンの商品を売る営業マンですよこのパソコンの専門知識持っているでもどうせ言っても断れるかなって思ってたら自分に自信がなかったらその商品を売りに行かない売りに行かないから売れないんですつまり社会でこのパソコンの知識を活かせないんですよわかりますつまり 学校で身につけたこととか、専門のスキルとか資格、それを生かすも殺すも、非認知能力次第なんですよ。ね、非認知能力次第。なので、この非認知能力を身につければね、この認知能力も、えー、こうあの増大すると言われてるんですよ。増大する、ね。これ分かりますよね。ピアノをやっても、英語をやっても、いろんなことやったとしてもね。 え、集中する力とか、自分で目標を立ててね、じゃあ、パプリカを3ヶ月後に引くためには何をしたらいいかなって計画してそれを実行する、遂行していく。その力があればね、何をやっても上達するやん。これ下に書いてます。えー、非認知能力を高めたら認知能力も上がるんです。学力も上がるんですよ。学力だけを高めようっていう教育をするよりも、非認知能力を高めることで学力も上がるんですよ。その逆はないって言われてます。つまり、学力を詰め込み詰め込みでね、ちっちゃいうちから英語プログラミングいろんなことをさせないと、 能力を高めないとって認知能力にフォーカスしてしまうと認知能力が上がれば非認知能力が上がるっていうデータはないんですよ。ね、逆はありますよ。非認知能力コミュニケーション力能力とか目標を達成する力が上がったらこっちにも影響するんですよ。ね、ってなれば早い時期に非認知能力を高めた方がいいじゃないですか。ねえー、先ほどにもお伝えしました将来の学歴とか報酬とか幸福度にも影響するしでこれすごく朗報なんですけども。 非認知能力というのは、いつでも、誰でも、何歳からでも高めることができるんです。大人でもです。僕でも、あなたでも、ね。自己肯定感にしろコミュニケーション能力にしろ目標をどうやって計画して、それを達成していくのかっていう力も全部そうです。ね、これはいつでも、誰でも高めることができますということです。で、非認知能力が低かったらどうなるのかというと、先ほどお伝えしました。 これですね失敗を恐れたり新しいことを挑戦しないいつも人と比べて自分なんて無理なかなか輪に入られへんし入って自分の意見を言えないあれが無理これが無理あの人のせいだって人のせいにしたり言い訳ばかりして宿題をいやいややる特にやりたいことがない何をやっても続かないってこういう状態になるんですでは非認知能力が高くなるとどうなるのかえ はい。日にちの能力が高かったら、失敗を恐れず、どんどんやってみようって挑戦して、周りからの評価を気にしすぎない。まあ、気にするよ。意見は聞くけども、意見は聞いた上で、自分がやることを見つけて行動していく。自分ならできるが口癖で、どんどん、どんどん挑戦し、自分で仲間を集めて遊びを考え。そして、自分で考えて、自分で選んで、自分で決められる。親に言われなくても宿題を楽しんでやる。そして、自分の将来が楽しみだ。決めたことを最後までやり抜ける。そして、いつでも、どこでも、自分の力を 発揮して自分らしく生きていけるようになるんですよね、会社がクビになったとしてもね時代がどういう時代になったとしてもねどんな時代になってもそこで自分が幸せに生きるためには何をしたらいいのか自分にとって楽しいって何なんだろうしっかりと自分とつながって人とコミュニケーションしながらやりたいことを見つけてそっちに向かって行動していけるんですはい僕はこんな子を育てたいだから2014年に ライフスキルの学校、非認知能力を高める学校をこの和歌山に作ったんです。はい。そうです。で、えー、今日の話を聞いていただけたら、非認知能力を高めるために具体的に何をしたらいいのっていうのを7つ厳選してね、紹介させていただきますので、えー、最後までご視聴くださいね。で、非認知能力って何なのかっていうのを、もう少し細かく分類すると、4つあります。ですね。はい。4つのライフスキルということで、えー、はい。 一つ目、自分を知る力。二つ目、人と繋がる力。三つ目、夢を実現させる力。 そして四つ目、トラブルを解決する力ということで、一つ目、自分を知る力。これはね、自分とつながる力っていうふうに最近はね、表現してるんですけども、まあ自分の長所と短所は何なんだろうとか、自分が何が楽しくて何が楽しくないのかとか、とか何が重要で何が重要じゃないのか、何が自分の幸せにつながっていて何が自分の幸せを遠ざけるのか、それをしっかりと自分が分かっている、理解しているっていうことですよね。で、いろんな感情が出てきてそれをどうやって発散するのかとかね、感情をマネジメントするっていうところも、 ここに繋がってきますよねそして2つ目自分と繋がった上で、えー、どうやって人と繋がるのか自分を大事にして相手を大事にするにはどうしたらいいんだろう挨拶の仕方もそうだし相手の気持ちを受け止めるにはどうしたらいいんだろうとかね周りに協力してもらう自分がやりたいことを見つけたでもそれを全部自分一人でやることはできない。 ね、じゃあそれをやるためにどういうチームが必要なのかどういう人材が必要なのかね、えー、自分がやりたいことを見つけたらじゃ,あ、えー、じゃあいろんな人とね協力し合いながらいろんな人と協力し合いながら、えー、夢に向かって目標に向かって進んでいく力ですねこうやって、えー、自分の夢を叶えるチームこれドリームチームって僕は呼んでるんですけども全部が全部自分一人でやらんでいいじゃないですか僕も社長やってます はい、社長やってるけど、全部、全部、全部が全部やってないよ。英語は優雅さんに任せてる。えー、会計関係は税理士さんに任せてる。デザインはデザイナーに任せたり。ね。で、えー、子育てでわからんこと教育、子供の教育でわからんこと、は丸〇々さんってメンターにね、聞いたりとかしてます。そういうふうに、自分がやりたいこと、自分の人生を生きていくために、一人で生きていくこと、これが自立するではないんですよ。自立するっていうのは、自分で自分を幸せにするために、適切な行動をするってことなんですね。はい。これが自立じゃないですか。 自分の幸せ、やりたいこと、夢とかを見つけて、それを実現するために適切なチームを作り、その人のサポートを受けながら自分がやりたいことを、えー、実現していく。自分らしいライフスタイルを作っていくってことですよね。これライフスキューです。そして3つ目、夢を実現させる力。 ね、これは自分の、えー、あるべき目標って何なんだろうとか、どうやって目標を設定するとか、目標で壁があるからあるけど、どうやって乗り越えるとかね、えーや、やると決めたことを報道して実践していく、そして習慣を作っていく力。まあ、ここが夢を実現させる力ですね。そして4つ目、トラブルを解決する力。ね 仲間の悪い誘惑をはぐ拒むにはどうしたらいいんだろうとかね、えー、紛争、対立をどうやって建設的に解決するのかとか、えー、どうやって自分の中の葛藤、食べたいけど痩せたい、葛藤を処理するのかとかね、こういうところですよね。こういうのがライフスキルです。非認知能力ですよね。 はい。自分と繋がって人と繋がり。そしてやりたいことを見つけてチームを作って前に進めていく。その過程の中でいろんな問題やトラブル、対立が起こってくるだろう。それを建設的に解決して、みんなが納得する提案をしていく。考える力。そしてみんなで作り出していく力。ね。こういうライフスキルがあれば、ね。学校で学んだ英語っていう知識であったり、プログラミングっていうスキルであったり、パソコンスキルであったりね。そういう専門知識とかスキル、資格っていうのを社会で。 会社で自分の人生で活かせることができるんです、ね。これは子供だけじゃなくてもちろん大人にも必要ですよ。大人も、ね、自分らしく生きていくために自分軸を持って、ねあのー、自分の人生に納得して生きていくためにはこのライフスキルが大事になってきます。はい。ということでね、えー、これまでライフスキル、つまり非認知能力とは何か。で非認知能力がなぜここまで注目されているのか。 そして、えー、4つのライフスキルというところを紹介しました。ライフスキルとか4つの非認知能力ね。で、ここからは、ね、具体的に非認知能力を高めるために、えー、どうしたらいいのかっていうところを解説させていただきたいと思います。ここからが本番です。非認知能力を高める子育ては2種類あります。1つ目、引き出す子育て。そしてもう1つが、緩める子育てですね。 はいえー、それぞれの違いを解説させていただきますということなんですけど、まず、引き出す子育てっていうのは、どちらかというと、まあ、足し算の子育てですね、足し算、ね。あれをやる、これをやるっていう、なんかどんな声がけをしたらいいのかってう、どういうふうに、えー、その子のやる気を引き出すのかであったり、その子の才能を見つけていくのかっていう、その積極的な関わり、積極的な関わりが、こちらの引き出す子育てになります。で、一方、緩める子育てっていうのは、 引き算の子育て。足し算の引き算の引き算の子育てですね。で、えー、どちらかというと、あれをしないといけない、これをしないといけないではなくて、今やってることをやめていくってことなんですよ。こうしないといけない。例えば、ね、忘れ物を届けないといけないとか、えー、ね、どんな時でも親は我慢しないといけないとか、えー、子供を退屈にさせてはいけないとか、自分の中にある、こうしないといけないという思い込み、そういう見えない鎖を緩める。 やめていくということ、手放していくこと、これが緩める子育てになります。はい。避妊能力を高めるためにはこっち、このバランスが大事になります。バランスが大事になりますね。 はい。ということで、それぞれどういう効果があるかというと、引き出す子育てっていうのは、まあ、積極的に子育てするので、えー、その子のやる気を高めたり、夢中にさせたりね。その子が何を、何が向いているのか、得意を見つけたり、才能を見つけたり、自己効力感。自己効力感っていうのは、やればできるっていう感覚ですよね。自分の能力に対する自信が自己効力感ですよね。能力に対する自信を高めたり、あとは思考力。 考える力を高めたり、対話する力、積極的に会話することで、対話する力を育んでいきます。で、こちら、やり抜くことを投げ出す子の習慣では、引き出す子育てを中心に、50個の関わり方を紹介しておりますと、こちらおすすめだからね、待ってください。手に取ってくださいね。 よかったらね。そして、緩める子育ては、今やっていることをやめていくということだから、なんだろうな、えー、自然体で関われるようになるんですね。こうしないといけない、ああしないといけないではなくて、あ、私はこういう関わり方をしたいから、こういう関わり方をしようということで、自,自然体で子供にプレッシャー、ストレスを与えることなく、関わることができるということで、親子関係が良くなっていきますということでね。えー、これずっと言っている通り、えー、子育てにおいて一番大事なことは、親と子の間に、 安心感を育てることなんだっていう話をしてますよねしてますよねこの間にね安心感を育てるということで 愛着関係であったり、絆であったり、えー、信頼関係を育むっていう点ではものすごく、えー、大事になってきます。この緩めることはね。で、えー、その周りの顔色を気にしなくてもいいので、自分が何がやりたいのかであったり、自分が何がしたいのか、自分の欲求であったり、欲望であったり、願望であったり、えー、好奇心。それに従って行動できるようになるんですね。親の顔色を,を伺わなくなるということです、ね。自分の心に正直に感じて、 ね。何がしたいのか感じて、考えて、行動する。その、感じる、考える、行動するっていうことで自分軸ができてくるよね。まあ、簡単に書くと、感じる、そして、考える、行動する。これでね、自分の軸っていうのができてくるんですよね。感じるっていうのは自分のやりたいことであったり、こんなことやったら楽しんちゃうとか、そういうことですね。そういうことを感じて、感じたことを考える。 どうやったらうまくできるのかなとかどうやったらもっと楽しめるのかなっていうふうに考えて考えたことをやってみる行動するアクションするでそのアクションするでまたすればまた何らかの結果が出てくるでしょ。 その結果を感じて、次はどうやったらいいかなって考えて行動する。これをやっていけば、自分の中に軸が太くなっていくんですね。軸が太くなっていくね。軸が太くなっていって、この軸のことを個性と呼んだり、人格と呼んだり、えいわゆる自分軸というふうに呼んでおりますということですよね。だから自分軸を育てるためには、自分が何を感じるのかっていうのを感じるを出発点に考える行動する。これが大事ですね。この、この、感じる考える行動するなどの自分軸を育てるためには、 どうしたらいいのかっていうのは、えー、以前に紹介した YouTube のトップページにある80分の長尺動画ね、えー、子どもの自分塾自をどうやって育てるのかっていうのを解説しているのでぜひそちらを見てくださいねそしてチャンネル登録もしておいてくださいねまずはね はい。ということで欲望、欲望を見つけるであったり、まあ、緩める子育てのいいところを紹介してるんですけど、まあ、自己肯定感を含むこれもすごく大事だね。安心感のある関係性の中で、自分の気持ちを受け入れて、自己授要した後に、それを肯定する。あこの、自分は悲しいこともあるし、うまくできないこともある。だけれども、そんな自分はここにいていいんだって、価値がある人間なんだ、存在なんだっていうふうに、自分のことを肯定できるようになる。そして、自分のことを肯定できるようになるから、多様性。 人との違いを尊重できるということね。あの人はこういう意見を言ってるけど、私は別にそれに従わなくてもいいし、で、あの人を無理やり変えようとしなくてもいいんだと。人との違い、人の意見を、えー、フラットに受け入れることができるということですよね。そして、主体性を育てる。主体性っていうのは、自分の人生のハンドルを自分が持つということね。これ主体性なしに学びはありえません。そうですよ。主体性がない状態で学ばせようと思っても、これ学び、学びの効率がものすごい悪い。 ね、自分で選んで、自分で決めて、自分、自分事と,としてこれを学ぶんだってなった時に、その学びがスーッと入ってくるんですよ。そうじゃなくて、なんでこれやらなあかんねん。なんでこんなことやって、どんな意味があんねん。ってねなん、まあ、怒られるからしゃあなしにやっとこうみたいな感じ。いわゆる、受動性。そのモードで勉強していても、全然入ってこない。つまんないなっていう、そういう時間が増えていくだけ。はい、そうなんですよ。なので、主体性を育てること、ものすごく大事よね。 主体性がなかったら全部人のせいにするんですよ。人のせいにしたら自分が振り返ることがないよね。振り返ることがないから反省がないから成長できないんですよ。でも主体性を持って行動してたら自分の発言や行動、ね、親に何かを伝えた、友達に何かを伝えた、伝わらなかった、親が悪い、友達が悪いじゃなくて自分はどういうふうに伝えたら相手に伝わったんだろうっていうふうに振り返ることができる。 なので、コミュニケーション力もそうだし、物事をね、前に進めていく力もそうだし、計画をしてそれを達成していく力もそう。どんなスキルでも、このやっぱ主体性があることで身についていくんです。はい。そのためには、この緩める子育て、ものすごく大事だよね。で、こちら、あくまでも例としてね、引き出す子育ての効用と、緩める子育ての効用を5つずつ述べてますけど、まあ、あの、引き出す子育てでも自己肯定感を高めることができるし、緩める子育てでも得意を見つけることができます。 な,なので、こちらね、えー、代表的なことを5つね、書いているんですけど、どちらも重なる部分があるということをご理解ください。そしてこちら、ゆるめる子育ては、えー、2023年7月に発売させていただいた、このゆるめる子育てで、えー、どういうふうに関わったら自分のイライラとか、自分を責めてしまうっていうその考え方がゆるまるのか、そして子供を自立させる、主体性を持たせるために、どういうふうにご家庭で関わったらいいのかというのを52個解説しています。ここちら2冊購入すること 無敵,です無敵です。はいということでね、今日はね、この「引き出す子育て」と「緩める子育て」から、えー、7つね、えー、具体的にこういうこと言えんちゃうかって、あのー、本の中でね、50個ずつぐらい紹介してるけど、その中から抜粋して、えー、引き出す子育てでは4つ、そして「緩める子育ては」では3つ、合計7つの行動習慣を紹介したいと思いますね。こういうふうにやったらええんちゃうって、1つもあの、あくまでも1つの提案でございます。 はい。ということで、まずは引き出す子育ての話をしていきましょう。引き出す子育ては、引き出すっていうことだから、聞く技術がものすごくポイントですね。話を聞くっていうことですよね。この聞くの。難しいんですよ。聞くっていうのね。この聞くということにフォーカスして、4つ、どうしたらいいのかっていうのを解説させていただきます。まず、あなたに質問です。あなたなら、どうしますかまさしくんは、 幼稚園の年長組友達と遊びに出かけて三十分もすると一人で帰ってきましたどうしたんでしょうたけしくんなんか大嫌い鬼ごっこに僕だけ誘ってくれへんもう幼稚園なんか行きたくない弟の頭をいきなりポカリ泣く弟を抱き上げた母親に何にもすることがないよ と突っかかりますはいどうしますかこんな時にどうしますかちょっと考えてみてくださいね。5秒ぐらい。チクタクチクタクチクタクチク。はいどうしましょうかええー。まあいろんなね、えー、関わり方であったり声掛けが考えられるんですけどもね。はいんではこういうこと言ってしまうことありませんでしょうかどうして弟をいじめるの八つ当たりにするのはやめなさい いつも自分の思い通りにいかないのは当たり前でしょ弟は関係ないでしょ意地悪をするから友達に嫌がられるのよ。もしかしたら正しいことかもしれませんけれども、こういうことを伝えたら、まさしくんはどのような気持ちでしょうか。まさしくんでよかったっけあってまさしくんね。どのような気持ちでしょうか。え まさしくんの感情は静まらないし、喧嘩をした友達との問題は解決しないよね。解決しないよね。そして、弟を殴ったことを考える気持ちにはならないということで、えー、また同じような問題が繰り返されたり、親と子の関係性が悪くなったり、ね、自分の感情をコントロールする、その力が育たなかったりしますよね。じゃあ、どうしたらいいんでしょうかはい。この時に考える。 この時にどう関わったらいいのかとえ考えるときに、まずは自分の脳の仕組みをちょっとまずえ読み解いていきましょうってことなんですね。まあ、人間の脳みそってざっくり言えば、右脳と左脳があります。ざっくりよ。ざっくり言うとね。右脳っていうのは人間のイメージとかね、運動とかね、いわゆる感情を司る領域だよね。司る領域。これが右脳で。左脳っていうのは言語。ね。言語であったり、 計算とかね、計算とか、あとは論理的に、論理的な思考、筋道立てて考えるっていうのが、左脳ですよね、左脳ですよね。それぞれ違う役割を持っているということなんです。で、えー、一般的に9歳以前のお子さんは、右脳左脳よりも、右脳の方があの働いていると言われているんですね。右脳の方の方、えー、が活性化していて、左脳はそこまでまだ 活性化してない。抽象的に物事を考えるとか、あのー、論理的に考えるっていうのは、まだあの育っていないっていうふうに言われています。ね。一般的な話ですよ。えー、個体差もあるし、性,性別差も若干あると言われてるんですけど、一般的な話です。で、うのの方がそあの育っているんですが、で、さらに言うとね、子供が感触を起こしているときっていうのは、まさにこのうのが爆発。 爆発している状態なんですね。うわーって溢れてるんですね。溢れてる状態で、まさに作能が停止してるんですよ。うん。物事を冷静に論理的に考える。そしてそれを言語にして言葉で伝えるっていう部分が働いていない状態なんです。で、その時にもっとこうしたらよかったのにとか、ね。なんでそんなことをしたのだからあなたはいつも怒られるのよみたいなことを言われても、まさに右から 右の耳に入って、左の耳から抜けていっちゃうんですよ、情報が。スーッと抜けていっちゃうんですね、情報がこう。抜けていっちゃうんですよ。ね、<laughs> はい。なので、この感触を起こしているときに、ね、一番大事なことであったり、ちっちゃいお子さんの話を聞くときに大事なことは、右脳で話を聞く。ここなんですよ。右脳で話を聞く。ね、右脳で話を聞くっていうのは、言い換えれば、ね、右脳で聞くっていうのは、言い換えれば、共感するってことですね。 共感する。もっと言えば、子供の頭の中にある感情とか思考とか、うにょうにょしているものを、体の外、脳の外に出していく。これ、外在化と言われてるんですけど、外に出していくってことなんですよ。そうすればね、そうすれば、右脳が、ちょっとずつ右のの働きが、こう、ちょっとずつ戻ってきて、正常化していって、冷静に考えられるようになります。で冷静に考えられるようになったときに、では、 どうしたらよかったのかなっていうふうに一緒に考えるっていうことですね。はい。なので、まずはファーストステップ。う脳うで話を聞く。共感する。子供の頭の中にある感情とか気持ちとか思考とか、そういううにょうにょしたものを外に出す。そういう役割をする。そういう話の聞き方をするということ。これがファーストステップとして大事なんだということですね。はい。それをもっと詳しく言ったのがこれです。リトルフットアプローチ。 これをね、180日間かけて、えー、ライフスキルコーチ認定講座では学んでおりますということなんですけどね、えー。信頼関係と子供の主体性を、自主性を育むためのコーチングステップ。まず、ステップ1では、状況を確認してラポールを形成すると。ラポールっていうのはね、ね、えー、こんなこと言っても嫌,嫌われへんとか、えー、ね、えー、こんなこと言ってもちゃんと受け止めてくれるっていう、そういう絶対的な安心感と信頼関係です。そういうラポールを形成する。ね、ここがステップ1としてものすごく大事です。 ね、そのためには聞くことに全集中とか否定しない助言しないジャッジしない 5W2H ね、えー、いつどこで何があったの なんでそんなことあったのに、ど、どのようにとかね。そういうような 5W2H で質問していく。ね、このステップ1から5を全部覚えなくていいです。今日は軽く紹介するだけです。今日紹介するのは、このステップ1のところをガッツリね、後で解説するので、ここはね、聞き流していただいて OK です。で、まず最初はそういうふうにね、信頼関係を作るということ。頭の中にある思考とか感情とかうにょうにょしていものを外に出して落ち着かせるということがステップ1であるということを、なんとなく理解いただいたら OK です。さっきの事例で言えば たけしくんに怒ってるのね。誘ってくれなくて寂しかったのかなこんな感じですよね。 で、ステップ2、ね、落ち着いた状態で、じゃあ本当はどうしたかったのかなっていうね、えー、ゴールが3つありますね。今、じゃあ今この話の中でね、えー、何が解決できたらいいのかなっていう、そう今の話、なうの、なうの話ですね。今どうしたいのか。ね、えー、じゃあそれが1ヶ月後どうなってたらいいのとかね、じゃあ将来的にはその相手のたけし君とどういう付き合いしていきたいのみたいな感じでね、短期的なゴール、中期的なゴール、長期的なゴールを、えー、聞き出して、 その上でね、これがステップ2これをその上で、じゃあ今この、この問題解決しようかって。じゃあどうしたらいいのかなって言ってね、原因、原因を見つける。これ原因ね、原因見つけて、じゃあその一つ一つの原因に対してどうしたら、どうやったら解決したらいいかなっていうことを、えー、意見を出し合っていく。ね、サポートをするってことですね。えー、どうしたらよかったのかなって,言って。そうやって解決策を見つけていく。 A という解決策、B という解決策、C という解決策、D という解決策が出てきた。その上でね、じゃあ、どれがいいかなっていうところが、ステップ4ですよね。具体的な行動を選択させる。ね。宿題や次回の約束を決めるというのもあります。ね。さっきからの流れを言うと、えー、本当はどうしたかったのみんなと一緒に鬼ごっこしたかったのこれがステップ2。ね。ステップ3は、どうしたら一緒に遊べたのかなイライラしたときはどうしたらいい、ね、解決策を出したら、たけし君に僕も、 鬼ごっこやりたいって言ってみる言えそういつ言うみたいな感じで、えー、具,体具体化していって子どもの行動を促していくということ。ペップトークっていうのは不安を取り除いて勇気づけるトークですよね。はい。で、ステップ5は ここで学んだことをどう活かせるっていうことでね、今回のその問題であったり、トラブルであったり、対立。そこで何を学べたのか、それをしっかりと教,教訓化するんです。ことわざにしてもいいじゃないですか。で、それは他の場面でも転用できるので、しっかりここで言語化していくっていうのがすごく大事になります。こういう5つのステップを、えー、通じて、 子供の問題を解決したり、子供と信頼関係を築いたり、子供の考える力を高めるということ。これはね、180日間のライフスキルコーチ認定講座でやってるんですけど、今日はね、先ほどにもお伝えした通り、このステップ1、ここ一番大事なんで、一番大事なんで、海外このステップをね、飛ばしてしまって、いきなりステップ3からやってしまったりするんですよ。ステップ3ね。ステップ3っていうのは、どうしたらよかったのかなとか、ね、原因はこうだよっていうふうに言ってしまったり、ステップ1と2を飛ばしていきなり3をやってしまうんですね。はい。そうじゃないです。 ステップ1で関係、信頼関係を作って安心できる関係性ですよ。で子供がれ落ち着いた時にどうしたらよかったのかなって、本当はどうしたいのってゴールを作って、そこから解決策を作っていくというような流れですよね。はい。ということでね、今日はこのステップ1のところを中心に紹介して,ほして,していきたいんですけど、ステップ1ね、話を聞く時にものすごく大事なこと言うよ。ものすごく大事なことも当たり前やけど、これです。はい。まず聞く。はい。まず聞くんですよ。 あのー、これね、大原則ですよ。僕たち、私たちは、自分が話したいことを聞いてほしいんですよ。わかりますあ,あの、でも、どうですか親が知りたいことを聞くってことやってません子供が話したいことじゃなくて、私が興味あること、私が不安なこと、その不安なことを恐れ、心配、それを解消するために話を聞く。そのようなことしてませんもちろん、それはそれで大事なんですよ。でも、それ、それだけになってませんかってことなんですよ。よ 大事なことは、子供が話したいことを聞くということ。そして、こちらがいろいろと,伝え,と伝えたいこともある。あれも直してほしい。これも直してほしい。片付けしてほしい。勉強してほしい。そして、兄弟仲良くしてほしい。いろいろと伝えたいことはある。伝えたいことはあったとしても、まず聞く。自分が聞いていないと、子供には話聞いてもらえません。これ人間関係の大原則です。子育てだけじゃありませんね。えー、僕がね、あなたの話を、これだけ。 おちょこ、見えるね、おちょこ。このおちょこに入る分しかね、話を聞いてなかったら、あなたもきっとおちょこに入る分しか話を聞いてくれへん。おかちの話はな。そして、僕があなたの話をこれ、おちょこではなく、これぐらいね、たくさん今、ナッツ入ってるけど、これぐらい話を聞いてたら、あなたもここ,こ,この部に入るぐらい話を聞いてくれるんですよ。これ相関関係あるんですね,ね。どれだけ自分が相手の話を聞けているのか。それによって相手も話を聞いてくれる。 理解してほしいんなら、まず理解するということなんですよ。これすごく大事ね。これが相手がどれだけ専門家でも一緒ですよ。私の方が子供よりも経験が豊富やし、いろんなことが分かってる。算数のやり方も分かるし、友達付き合いも分かるし、ねえー、ど、ど、どこの進,学進路を選べば幸せになるかも分かってる。だから、だから、あのー、私の言うことを聞きなさい。そういう、そういう気持ちがあるのは分かります。子供が困らないように、ね、子供が傷つかないように、子供に伝えたいことがあるのは分かります。 だけども、相手がどれだけ専門家であっても、ね、専門家であったとしてもね、これ専門家。専門家であったとしてもね、あなたが話を聞いてなかったら、子供は話聞いてくれないんですよ。さっき言ったように、おちょこの分聞いてたら、おちょこの分聞いてくれて、これだけ聞いてたら、これだけ聞いてくれるってことなんですよ。これが人間関係の原則なんですね。お医者さんもそうじゃないですか。僕ら病院に行きます。お医者さん専門家ですよね。 専門家、頭痛いなって僕病院行くんですよ。頭痛、ね頭痛、頭痛、頭痛するんですって。頭痛がするんですって。僕言いました。ね、お医者さんに言った。じゃあ、お医者さんはこう言いますよ。じゃあね、じゃあ、今から、オペをしましょうと。どうします全く話聞いてないですよ。僕は、椅子に座って、頭痛しますって言っただけ。頭痛が、頭痛いですって言っただけ。で、それで、 専門家、お医者さんは今からオペをしましょうって自分の意見を言ってきました。あなたは従いますか従わないんですよ。なぜかというとえ、自分の話をまだ聞いてもらえていないから、そうなんです。自分の話を聞い,い聞いてもらえていないから、相手が言うてることが本当に自分のこの痛みにマッチしてるかどうかっていう確信が持てない。だから相手のメッセージを受け入れることができないんですよ。 たとえ,え相手が専門家であっても。でもどうでしょう椅子に座って、頭が痛いんですって言いました。あ、頭痛いんですね。どの辺が痛むんですかってあ、この辺がちょっとズキンズキンと痛むんです。あ、右のここの辺がズキンズキンと痛むんですね。いつからですかって実は昨日の夜からなんです。あ、昨のの夜からなんですね、えー。具体的に何か対処をしましたかロキソニンを飲みました。どうでしたか、えー、あんまり効かないんです。あ、ロキソニン飲んでも効かないんですね、えー。これまでもそのような痛みはありましたか 実はないんです。あ、初めての痛みだったんですね。じゃあちょっと今からレントゲンを取ってみましょう。はい。ってレントゲンを取りました。あ、レントゲン見てください。今、ここね、こういうふうな図頭の図があるんですけど、ここにちょっとか薄い影があります。ね。えー、今の、もしかしたら、ここには、あの、腫瘍がある可能性があって、だけどまだわからないんで、MRI を取らせていただいていいですか。はい、取ります。 MRI 撮りました。で、MRI で見たら、よりはっきりその影が映っていましたあ、ね。もしかしたらここに仕様があるかもしれません。今なら、これ取り除くことができますので、オペの話を説明させていただいてもいいですかっていうと、オペの話は聞いてもらえますよね、まだ。え、ね、そういうことなんです。これ何が違うのかというと、相手は同じ専門家ですよ。専門家なんだけど、専門家なんだけど、何が違うかというと、 ね、お医者さんは、僕の話を聞いてくれたんですよ。話をこれだけ聞いてくれたんですよ。これだけ。これだけ聞いたから、これだけ聞いてくれるんですよ。こういうことなんです。ね、こういうことなんです。これが人間関係の大原則なんです。だから自分が話を聞いてもらえてないとか、ね、えー、なんで言うこと聞かないなと思ってるんだったら、 自分が話を聞けてるかどうかを確認してください。で、話を聞くっていうのはどういうことなのか。これをもう少し深掘りしますよ。話を聞くっていうのは聞いてる時間じゃないですよ、もちろん。聞いてる時間じゃないですよ。その哲学を解説します。はい。話を聞くっていうのはどういうことか。言葉にならない言葉を言語化して、そうそうと言わせるんですよ。わかりますそうそうと言わせる。ね。えー、あっ。 なあ,あ、たかしくん、今なんか、あれやねんな、今日学校で順番抜かされて、カレーライス食べたいと思って、順番一番に並んでたのに、たけし君に横入りされて、それに対して腹が立っているんだね、って言ってあげると、そうそうって言ってくれますよね。これなんですよ。このそうそうと言わせた回数、それが、ね、話を聞いた量なんですよ。何回そうそうと言わせてるかなんですよ。ね、それが1回なのか、2回なのか、10回なのか分からへん。 それだけあなたが10回早々って言わせてるんだったら、あなたの話も10回分聞いてくれるってことなんですよ。これなんです。理解してもらえたって実感させることなんですよ。僕のお話を分かってもらえたっていう実感してもらえることが話を聞くってことは。うんうんうんって頷くことでも、ただそこの場にいることだけでもないんですよ。こうこうこういうことがあって、そういうふうに悲しかったんだねって言語化して早々と言わせることです。 そうそうと言わせてますかってことです。これはアクティブリスニングです。コーチングの手法でよく使われるテクニックの一つです。はい。そしてその時に大事なのが赤ペンを置くってことですよ。赤ペンを持って話を聞くっていうのは、ね。それあなたが悪いんでしょうとかね。えー、いやまた同じことやってる。ね。あ、それもっとこうしたらいいのに。 っていう風に、子供が言ってる話、子供が話しているときに、評価をしたり、採点したり、ジャッジをしたり、次自分は何を言おうか考えている状態が赤ペンを置くということです。どうでしょうか赤ペンを持って話を聞いていませんかこれを置くんです。そして、真っ白い紙になるんですよ。真っ白の紙になってね。ちょっとこれ、クリーム色やけどこ。子供が言ってる話を聞くんです。 あ,あ、こうこうこういうことがあったんだね、こうこうこうなんだなって、なったなんて、評価せずに、そのまま真っ白い髪になって映し出す。そして、それをそのまま見せてあげるんですね。あなたは、こうこうこういうことがあって、こうこうこうで、こうこうこうだったんだね、だから悲しかったんだねって言ってあげると、子供は、ね、そうそうって言ってくれるわけやんか、わかってくれたなってなるわけじゃないですか、ね。そういうことなんですよ。真っ白い髪になれっていうことなんですね。 これが話を聞くときの大原則です。話を聞くときの大原則。今日はね、聞き出す子育てをがっつり解説してるんだけど、話を聞く。これフィロソフィー。哲学としては、言葉にならない言葉を言語化して早そ々うそうと言わせるということでございます。早そ々うそうと言わせる。一日一回早そ々うそうと言わせる。これに、これを目標に立てて頑張っていこうということをね、LSC、ライフスキルコーチにということでやってます。ね。それをどうやって早そ々うそうと言わせるのか、それいろんな技があるんです。 今日はその一つは後で解説するからじっくり見ておいてくださいね。聞いておいてくださいね。はい。そして、えー、基本的な技がね、まあ、ここですね。ベーシック。今、フィロソフィーの部分紹介したので、ベーシック。7つの基本姿勢。もうこれすぐにできますね。今やってる作業をやめる。家事とかやめて。で、スマホを置く。目線を合わせて、まっすぐに向き合う。ね。目を見る。そして、うなずく。 えそうなそれからどうなったって相図地を打って、興味を持って楽しそうに聞く。で、できれば子供の話に突っ込んだり、ちょっとオーバーにボケてみたりするってことですね。まあ、ここは応用なんでね、まあ、無視していただいて OK ですね。7つの基本姿勢ね。まあ、この7つの基本姿勢全部をずっとやるのは無理ですよ。1日5分でもいいや10分でもいいやこの時間を持つ。この時間を持つ。7つの基本姿勢を持って話を聞く時間を1日5分でも10分でもいいから、これを作ってみてください。 必ず子供との関係性が変わります。ね。はい。そしてじゃあ具体的にどういうふうに聞いたらいいのかっていうのは最後テクニック的なところですね。バックトラッキングね。まあ、いわゆるオウム返しっていうことなんですけども、オウム返しなんですけど、いろんなオウム返しがあるということで3つの種類がありますと。まず1つは、相手の話した事実を返す。もうこれシンプルよね。えー、暑いんだねって。腹減った。腹減ったんだね。ムカつく。ムカつくんだね。みたいな。 その事実をそのまま返す。これすぐできそうだよね。で、二つ目。相手の話した事実プラス感情だよね。事実プラス感情。プラス感情。事実っていうのは、あ、順番の重ねた。順番の重ねたんだね。で、順番の重ねて腹が立ってるんだね。これ感情だよね。あ、えっ、ー、と、試合に負けたんだね。試合に負けて悔しかったんだね。これ事実プラス感情だよね。 ここ二つを合わせて伝えていくっていうのがレベル2。そしてレベル3は相手の話を要約して返すってね。要約っていうのはこれまで話したこと、子供が話したこと、出来事。何が起こったのか、いつ、どこで、誰に何をされたのか。それ 5wh 2、H、の話もしましたね。いつ、どこで、誰で、誰と何をとかね。なぜとかね。どのようにとかね。5wh 2、H、ってググってみてください。いっぱい質問文出てきます。それを中心に出来事を確認して。 で、それに対して子供はどう考えたのか。子供の思考ですよね。思考。そしてそれに対してどうか、どういう気持ちになって、具体的にどういう行動をしたのか。G1 から G3 っていうのは今日はもう忘れてください。はい。今日は忘れてください。はい。<laughs> で、これを、こうあの、要約して伝えるってことだよね。要約して伝えるね。さっきのお医者さんの事例だったら、いや、子供の事例の方がいいかな。うーん、どうしようかな。じゃあ、わかりました。あ なるほど。たけしくんはえ、夏休みの宿題をやろうと思って、今頑張っているんだけど、ね、えー、弟、弟のまさしがね、えー、歌を歌って、集中できない、えー、集中できない弟に対して、静かにしてほしいって言う、言った。だけど、静かにしてくれない。だから、イライラしてるんだね。 みたいな感じで、何が起こったのか、子供の話を聞いて、それを要約して伝える。その内容としては、出来事と思考と感情と行動、それをセットにして伝えてあげると、子供は自分のことを理解できるようになります。だから鏡ですよね。鏡。あなたは今こんな気持ちって言って、さっきも言ったよね。あなた、こう、こう、こう、こんなことがあって、ああ、こんな思考があって、こういう風うに考えて、こういう気持ちになって、なったんだね、みたいなことを伝えてあげると、そうそうと言ってもらえるっていうことだよね。 はい。鏡になるんですよ。鏡。ね。鏡になる。赤ペンを持たなくていいんです。赤ペンを持つっていうのをこ話聞きながら、いや、あんたが悪いやろ。いや、ここも間違ってる。ああ、ここは違う。もっとこうしたらいいのにみたいなことを考えながら聞くってことが赤ペンを持って話を聞くってことだよね。それだと子供は自分が思ってることを言わなくなる。つまり、100点取るような話しかしなくなるんですよ。ね。100点取るにはどうしたらいいのかっていう話しかしなくなる。ね。なので、えー、ラポールが気づけない。思っていることが言えなくなる。 うん、ちょっとお茶を飲んでやらんと風邪ひいちゃうんでねそういうことですねはいこれがバックトラッキングですねどうでしょうか何かできそうなことあったはいまず哲学としては言葉にならない言葉を言語化してそうそうと伝えるこれが話を聞くってことなんだと赤ペンを置いて真っ白の紙になる7つの基本姿勢そしてオウム返しをしていく事実を返す感情を返す相手の話を要約して返すこれ間違えてもいいよ あの、完璧に正確に言わないといけないじゃなくて、間違えても大丈夫え、間違えても子供は、あ、そうじゃないって言ってくれて、じゃあどうなのって聞いたら、もっと詳しく話してくれるから。そうやって子供に話させる、詳しく説明させることによって、子供の頭は落ち着いてくるから。だから間違えてもいい。うん、だからそれ間違えるっていうことを、コーチングテクニックとして、あのー、使うこともあります。あえてね、えー、間違えてみる。で、違うって言われ言うじゃないですか。じゃあどういうことって言ったら、子供が話す時間。 増えていくわけでしょ、ね、そうすることで、うのうが落ち着いていくんですよ。だから、間違えても OK だから、ようやくして伝えるっていうのをちょっとトライしてみてください。そして、そうそうと言わせるっていうことを一つの目標にして、ちょっと頑張ってみましょうということです。ね。これが、あの、引き出す子育ての3つね。まず聞く。赤ペンを置く。それから、バックトラッキングね。ここかな。ここを紹介したな。で、次4つ目。例えば、もうこれもすぐできるやつよね。例えば、って聞くだけ。これだけです。 ついてですこれすごく大事なんですね。すごく大事っていうのは、これをすることで子どもの考える力が高まるし、報道力も高まるんですよ。これすごく大事。プラス、伝える力も高まります。ね、相手に伝える力ね。例えば。ね、これすごく大事ね。で例えばで、今からお返し、例えばで話すよ。例えば子どもがね、えー、僕、バスケ上手くなるって言いました。バスケ上手くなる。ね、バスケ上手くなるあバスケ上手くなりたいんだね。うん。 これで終わってもたら、これでうまく終わってもたら、じゃあ練習するかどうか分かんないじゃないですか。ね。なので、じゃあバスケうまくなるって、例えば、ー、例えば,ど,例えばど,んどんなことするのって。例えばどんなことするのって,言って。じゃあ、じゃあシュートの練習するって言った。シュートの練習する。ね。あ、シュートの練習するんだねって。じゃあシュートの練習って、例えばどんな練習って,言って。あ、例えばね、えー、月曜日と木曜日のレッスン、レッスン前、レッスン前ね。 えー、毎日、毎回30本シュートを打つ。なるほど。月曜から木曜、レッスン前30本打つんだね。じゃあ今日は木曜日だから、今日やるってことかな。うん。あ、やるんだね。じゃあレッスンが終わった後に、それどうだったか聞かせてねって言うてあげると、ね、行動力、約束したことになって行動、このね、木曜日レッスン前に30本するっていう行動につながりやすいよね。でもどうでしょう。バスケ上手くなるっていうだけやったら、 行動につながりますかね,ねこれすごく大事なんですよ。行動を促すため、行動につなげるために大事なことは、具体化するってこと具体化することね。具体化する。その具体化する質問がこの例えばなんですよ。例えばってことね。そうすることで子ども自身も、えー、例えばって聞かれると、考えるよね。考えることで考える力も高まるし、具体的なことが見つかったら行動力も高まる。ね、これは誰かに何かを伝えるときにも、 例えばっていうことが分かっていたら僕はバスケ上手くなりたいだからシュートを練習する具体的に言えば月曜と木曜レッスン前30本練習するって言ったら相手に伝わりやすいじゃないですか、ね、バスケ上手くなりたいとかね海賊王になるとかね本を書きたいっていうだけやったらあ書きたいんだねで終わりやけど、ね、そのために何をするのかっていうことを分かってたら応援もしてもらえるようになるし相手に自分の気持ちが伝わるようになるっていうことなんです なので、この、例えばっていうことを、えー、日頃のコミュニケーションで子供に聞いてあげるってこと、これすごく大事ですね。で、プラス、聞いてあげるだけじゃなくて、親として、そして大人が子供に何かを伝えるときにも、毎回意見、意見があったら、例えばを言う癖をつけてください。ね、これだけで、あなたの伝える力がぐーんと上がります。例えばっていうことは、例えばに続くその先の文章は、子供が理解できる文章じゃないとあかんってことやんな。 そういうことだよね。うん。チャット GPT、チャット GPT が大事であるって言いました。じゃあ、チャット GPT、あ、そうね、チャット GPT ってなにって聞かれたときに、ね、えー、例えば、例えばって言わ,言われたときにね、じゃあ、1年生に分かるように説明するのと、6年生に分かるように説明するの全然ちゃうわな。うん、6年生やったら、まあ、例えば、Google の検索窓に、えー、なんだろうな、和歌山市、おしゃれ、カフェって入れたら出てくるやろ。 うん。あれに似てるんだよ。あれに似てて、あのチャット GPT も検索窓に自分が知りたい情報を入れたら、欲しい情報が出てくるんだよ。っていうふうにね。例えば今からやってみようかって言って、紹介できるよね。でも1年生だったら、その Google の検索窓が分かんないかもしれないよね。ということは、1年生に分かるような例えば話をしないといけない。こういうことなんですよ。これをすることで、あなたの伝える力がぐんと上がります。で伝える力が上がれば、伝わるようになります。 そうなんです、ね。子供が行動しないのは、言った通りにしないのは、もちろん先ほどの話で言うと、話を聞いていないからかも。それ、知りませんって話しましたね。こっちが話を聞いてくれ、聞いていないから、子供は話を聞いてくれない。これもあります。大前提としてあります。プラス、伝える力が足りていないってこともあるんですよ。伝える力を高めるためには、例えばが大事なんですよ。例えば。なので、子供に何かやってとか、自分はこう思うって、 あなたが何か意見をするときには、毎回例えばって、もうまず例えばって言っちゃいましょう。私はこう思う。例えば。で、そっから、例えばって言ったら言わなあかんじゃないですか。これがトレーニングになります。つまり、この例えばっていうふうに聞くことで、こういう例えばを踏まえて伝えることで、子供と親の考える力、報道力、伝える力がぐーっと上がります。なので、ぜひ実践してみてください。はい。ということで、ということでね、えー、ここまで。 引き出す子育て。まず聞く。赤ペンを置く。バックトラッキング。例えば、などでね、子供の考える力とか、えー、伝える力とか、やる気であったり、そういう子供の内側に持っている力を聞く技術によって問いかけることによって、えー、引き出していく。っていう、その具体的なやり方を紹介させていただきました。ここからは、えー、今、自分の頭の中にある、こうしないといけない、ああしないといけないっていうことを緩めていく。いわゆる引き算。 引き算の子育てについて、えー、解説していきたいと思います。具体的に言えば、境界線を引く、イライラを緩める、自分軸で生きるということですね。はい。まずはこちらです。境界線を引く。それでは早速紹介していきたいんですけども、この境界線を引くっていうのはものすごく大事で、これも子育てだけじゃなくて、あらゆる人間関係において抑えておきたいことでございます。これができていなかったら、 共依存関係になってしまいます。そして、子供を支配したり、コントロールしようとしたりして、お互いがお互いの幸せを引っ張ってしまうようになるんです。つまり、境界線ができていない関係ってどうなのかって、これ出しますよ。親の人生がこれだとしたときに、子供の人生がこのこ、こういうふうになっちゃうんですね。これ。これ、共依存関係ですね。親と子の人生がもう一つに重なっているっていう状態なんですね。つまり、親、 自分が悲しかったこと、苦しかったこと、それは子供も悲しいに違いない、苦しいに違いないって言って、自分の価値観を子供に押し付けたり、自分の感情を子供に押し付けたり、あなたが心配なのよっていうふうに子供のことを をね、コントロールしたい、支配しようとしたり、子供に許可を得ずに、子供の部屋勝手に入って、日記を勝手に見たり、スマホを見たりで、あなたのはここの学校に行った方がいいよって、進路、進学先、そして結婚相手、誰と付き合うのか、友達も全部親が決めてしまう、口出しをしてしまう。なぜなら、私は子供のことが分かっているから。 ね、子供と私は一心同体。子供のために言ってるのよっていう風なことで、子供のことを支配してしまう。共依存関係になっちゃうんですね。共依存関係。で、子供も、ね、あ、ちょっと漢字、共依存、依存。これでかな合ってるかな共依存。 関係になってしまうということで、子供も親がいないと生きられなくなるんですね。親の言うことを聞かなきゃ、がっかりさせてはいけない、嫌われてはいけない、親の期待に応えないとって言って自分の気持ちを押し殺して、親の期待に応える、親軸で生きてしまう。そうすることによって主体性がなくなって、自主性がなくなって、自分で考えて自分で行動することもなくなり、えで自分がこれから先どうやって生きていったらいいかがわからなくなる。 ね、全部親が子供がこ子供がね前に進んでいく前に進んでいく子供はこっちね前に進んでいくよ子供前に進んでいく前に親が行ってね石ころがあったら石ころがあったらねそれをね全部取り除いてしまうんですよ親が。 ね、あ、これ危ないからって、これ危ないからって言って、子供のためにって言ってね、これカーリング育児とも言われてますけど、子供がね、えー、傷つかないように困らないように前に、えー、進めるように、いつも明るく、子供には笑ってほしい、幸せになってほしいからって言って、こういう風にね、危険なものを取り除いてしまうんですね。そうすることで子供は転ぶという経験をしなくなる。失敗をしなくなる。つまり失敗した時に立ち上がれなくなるんですよ。抵抗力がつかないんですよ。無菌室では。 そうじゃないですか。無菌質。菌がいないところでは、その菌に対抗する、抵抗する力がついていかないんですよ。でも社会はどうでしょうかいろんな菌がある。いろんなウイルスがあるし、ね、子供の活動範囲、家の中だけやったら、その危ないものは取り除けた。でも学校の中ではどう中学、高校、そして社会で働いたらどう世界はどんどん広くなっていくんです。広くなってる意思を全部親が取り除くことはできません。 ずっと子供のそばにいて危ないからって言って取り除くことは無理なんです。できないことなんです。ってなった時に子供自身で自分で意思を見つけて自分で取り除くであったり、こけた時に立ち上がる。そういう力が必要ですよね。ねいろんな価値観、いろんな考えを持っている人,人がいる。自分の望みが叶えない、叶わないこともある。水って言ったら水を持って,くれ持ってきてくれる、ね。カレー食べたいって言ったらカレー出してくれる。 家ではそれでいいかもしれないけど、社会ではそれではうまくやっていけないんですよ。自分の望みを叶えるためには相手のことを知らないといけないし、ね、相手の気持ちを考えた上で自分の意見をまとめて伝えることも必要だ。そういうような中でもちろん喧嘩することもあるし、対立することもあるだろう。そのプロセスの中でコミュニケーション力であったり、自分が本当に何をやりたいのかって自分の心自分とつながり、自分軸ができてくるわけじゃないですか。 ね、なのになのに先ほどの言った共依存関係で子供と私は一心同体であると子供の悲しむ顔は見たくないって言って意思を全部こう取り除いてしまうでそれができるのはちっちゃいうちだけ大人になって子供の世界が広がったらそこを全部監視することなんて無理なんですよしかもそれをしてしまったらどん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 子供は生きる力が奪われていきますよね、はい、そういうふうになっていくので境界線を引く ね、こうやって一心同体になったら子供は自立できなくなる。依存しないと生きていけなくなるんですね。なので、ねえーとまあ、こ,れこれが共依存状態だとして、ね、じゃあ、えー、自立している状態っていうのはどうなのかってこういう状態ですね。親、親と子。 こういう状態。親と子はこういう,もう,いう状態で、もちろん重なる部分はある。重なる部分、価値観があったり、えで、ー、一緒に暮らす、共有スペースもあるし、考え方が似てるところもあるけど、それぞれ違う考え方もあるし、違う生き方をしてるし、えー、違う価値観を持っていてもいいんだっていうふうに、尊重すること、ね。尊重し合いながら、お互いが幸せになるために、助け合う部分は助け合えて、助け合って、で、助け合う。 会えないところは、違うところは、その親にも求めないし、子供にも求めない。ね。えー、親に、子供にこうしてほしいって思ってる。例えば、野球選手になってほしいなって。私が甲子園で、ね、活躍できへんかったから、子供には野球選手になってほしいってまあ言うんはいいけれども、それを子供は従う必要もないし。 ね、で子供がにそれを強制すしていくとこの共依存関係になってくるね。そうではなくて言うのはいいけれども選択するのは子供だよってスタンスで関わっていく。でじゃあ子供が野球選手になってくれないんであればじゃあ私が野球選手になるって私が野球選手をね、はい、目指してもいいしね自分が幸せになるためにそれを子供だけで満た,せ満たそうとしないってことですね。 はい。満たそうとしないっていうことです。これが相互依存ですね。こういうふうに、親と子のしっかりと境界線を引いて、重なってる状態、共依存の状態から、こちらの相互依存の状態に持っていくことがすごく大事よね。この、ここは安心カプセルっていうかね、母子カプセルとも言われてます。子供をカプセルの中に入れて、入れてしまうということ。もちろん、ちっちゃい時にはこれは必要です。 必要なんだけれども、こういう状態から少しずつもちろん相互依存に移行していくことが大事なんだと。そのために大切なことがまさに今日のテーマ。この境界線を引くということですよね。こっからここまでは親の課題であり、こっからここまでは子供の課題であるということです。はい。境界線を引くということ。ね、えーえー。一言で言えば課題の分離ですね。アドラー心理学で言うと、課題の分離、しっかりと分離をして、えー、親の課題の場合と子供の課題の場合、 それぞれに応じて、えー、対応を変えていくということです。対応を変えていく。ねえー、親の課題だなと思ったら、ヘルプしたらいい。ね、介入して、評価して、指導したらいいし、ね、子供の課題だなと思ったら、サポートして、見守る。もしくは、勇気づけて、応援をしていくっていうことですよね。はいでえー、ヘルプっていうのをもう少しなんかあの分かりやすく言うと、まあ、監督的なポジションですね。監督的なポジション。であったり、審判。 ファールとか言うとかね。審判的なポジションであったり、もっとこうしたらいいよっていうふうに指導するポジションですよね。はい。包丁を子供が使っている。それ危ないね。危ないとはもっとこうしたらいいよっていうふうにね。指導することも必要だよね。はい。で、子供の課題であるっていうのは、どちらかというと、観客席にいるイメージですね。観客席で応援したり、えー、もしくは、あの、まあ、か 観客席にカウンセラーばいないな。そばにいたとしても、気持ちに寄り添っていく、共感していくっていうイメージね。具体的に評価したり、指導したり、ジャッジすることなく、どちらかというと、見守る、見守ったり、応援したり、共感するっていうような関わり方が、こちらのサポートになります。ということですね。じゃあ、どのようなケースが親の課題であり、どのようなケースが子供の課題なのか。これはね、正解はありません。正解はないです。自分の生き方なんですよ。 自分にとって何が譲れるって何が譲れ,ない譲れないのかってことなんですね。まずここを認識した上で聞いてください。ね、でも、あの、3つは共通してあると思います。この3つはね。例えば、子供の心身が危険にさらされること。 危ないべ危ないケースね、えー。それより先言ったら崖から落ちてしまうとか、えー、ちっちゃい子が包丁作ってて、ちょっとやり方も知らない状態で使ってたら危ないよねとかね、えー。友達がいっぱいいるとこで、あのブンブンブルンブルンなんか、あのー、バットを振っているとかね。心身が危険にさらされる。まあ、これはね、3にもつながる。他人に危害,が危害を加える恐れがあるっていうところにも、今のバットのケースはつながるんだけどね。まあ、そういうふうなケースは親の課題である。そして2つ目は、法律、法律,こ律間違ってるない。本律になってんな。 お法学部やの法,律法律やマナーに違反しているケースですね。図書館で、えー、大騒ぎしているとかね、えー、なんだろう電車で、あのー、弁当を食べているとかね、そのマナーとか法律、えー、店のものを勝手に盗,盗,盗まないとかね、そういうような法律やマナーに違反しているときは積極的に介入する。そして3つ目は先ほどにもお伝えした、えー、他人に危害を加える恐れがある。他人のものもを勝手に 使っていたり、他人のものを壊そうとしていたりね、そういう部分であればやめなさいというふうに積極的に介入することも必要ですよね。はい。で、プラス、この3つはもう基本、大原則で、まあ、あらゆる、す、ま、べ、あ、ての方に当てはまるんじゃないでしょうか、この3つはね。これを親の課題として積極的に介入して OK だと思います。ただ、それ以外のケースはどうするのかっていうのは、もう親が譲れ、親の生き方なんですよ。自分はこれは譲れないと。 例えば、靴を揃えるの、これは絶対譲れないんだって思ったら、それを徹底して、しつけとしてやったら、教えたらいいし、ねえー、なんだろうな、例えば、夜9時までに寝る、これは絶対譲れないんだって思うんだったら、それを子どもに押し付けてもいいと思います。これは、親の時間です。もっと言えば、親の生き方なんですよ。自分が何を大事にしているのかって、どういうふうに生きるのかって、それによって、これは家庭内のルールであったり、えー、何を子どもに教えるのか。 核的なことであったり、しつけの部分はまさにここになってくると思います。で、そのしつけ、決めたことが守れなかったら、じゃあ、えー、2時間、えー、テレビは2時間までって決めててるのに、2時間を超えたら、じゃあテレビ消すねっていうふうに積極的に介入する。これも OK だね。決め事として決めていることだから。ね、これは、親が譲れない、も親の価値観ですね。 でもっと言えば、もうできれば子供とそれも話し合った方がいいんですよね。家訓であったりしつけ、家,家庭内のルールっていうのはあの話し合うってことも大事なんだけれども、最終、折り合いがつかなかった時にどうするのかっていうのはもう親が譲れるか譲れないかだけです。譲れるんだったら譲ったらいいし、子供が納得しなかったとしても譲れなかったら譲,れな譲らなくてもいいです。ただ、その時に自覚しないといけないことは、このしつけっていうのは抑圧にもなるっていうことです。しつけ、おってつけたら押しつけになるわけじゃないですか。 抑圧なんです。子供の気持ちとか考えを抑圧する行為なんだということを自覚した上で、それでも必要なんだと思うんだったら、それはゲームのルール、スマホのルールでもいいし、何時までに帰ってくるとか、門限とかね、そういうことも親の課題として決めるのはありだと思います。はい。これがまず親の課題ですね。じゃあ子供の課題はどんなケースなのかっていうと、もうこのさっき以外、この親の課題以外はもう全部子供の課題です。子供の課題として見守る、応援する、 共感するになります。で、しっかり境界線を引いて、どういう時に積極的に関わり、どういう時に見守るのかっていうことを、あらかじめこうやって列記しておくことが大事です。そうすると、あ、今はこのケースだから親の課題、親の課題だからこういうふうに関わる。あ、今はこのケースは わた子供の課題だから、子供の課題だから放っておくみたいな感じで、えー、関わり方を、えー、冷静に選択できるようになりますね。なので、あらかじめこういうふうに言語化しておくことが大事です。で、じゃあどういうふうに境界線を引くのかっていうのはもうその正解はないっていうことなんだけれども、一つ問いかけとして、えー、プレゼントすることがあるとしたら、その問題を放っていたら、最終的に困るのは誰かです。最終的に 困るのは誰か、はい。この問いかけをしてくださいということですね。最終的に困るのは誰か。えー、例えば、勉強、宿題、宿題をやっていない。それを最終的に困るのは誰ですかはい。子親、も親子供よね。勉強しない。勉強しないことがずっと続いていったら、学力がついていかない。そうすると困るのは子供ですよね。となれば、その課題は 子供の課題ですよね、勉強。ね、で子供の課題の時に、勉強しなさい勉強、勉強しなさいっていうふうに、ヘルプ、いわゆる監督、審判、指導者、こちらの左側の関わり方をしていないかどうかです。ただ先ほどにもお伝えした通り、えー、最終的に親の課題か子供の課題かって見極めるのは、親が決めて OK。ね、低学年のうち、勉強習慣をつけさせてあげたい。だから、晩ご飯の前に宿題をさせる。そういうことを決め事にしたいんだ。そう思うんだったら、それで OK なんですよ。 OK ですね。はい。ただ先ほどにもお伝えした通り、それは抑圧になり、押し付けにもなるということを自覚する。つまり、押し付けとか抑圧は子どもの主体性とか自主性に大きく影響します。でも、それでもこれを教えたいんだって思うことだったら、それを選択するのも何も問題がありません。ということですね。はい。最終的に困るのは誰かっていう問いかけて、それが私が困ることなんであれば、私が介入する。つまり、親の課題だからヘルプをして。 子供が困ることだったら、見守る、応援などして勇気づけるっていう関わりをすればいいんじゃないでしょうかということです。じゃあ具体的に、親の課題の時にどういうふうに関わればいいのかということをね、えー、じゃあ事例を通じて紹介しますね。事例を通じてね。えー、例えば、友達とね、喧嘩をしました。友達と喧嘩をしたっていう時にしましょうかね。友達と喧嘩をして、えー、どうしたらいいかわからないっていうふうに、えー、ちょっとこう落ち込んでいる。友達と喧嘩をして落ち込んでいる子供に対して、親の課題であれば、 えー、こちらかなこっちはどっちだったっけねあ、こっちやな。はい、これで,ですね。こっち。親の課題の時のポイントっていうのは、まずは共感。共感から入ります。共感から入って、プラス、まあ、えー、介入ですね。何かしら介入する。指導したり、提案したりして、最後は勇気づけ。この3点セットですね。こちらはヘルプの時。つまり、親の課題の時のケースですね。 はい。子供、えー、子供が喧嘩して、友達と喧嘩して落ち込んでいる。それの時に対して、まずは共感。大人でも仲直り直、仲直りするのは難しいことだけど、練習すればできるようになるよ。難し,難しいことっていうのは、ちょっと共感入ってるよね。練習すればできるようになるよ。相手役になってどう伝えたらいいか教えてあげるから。これ介入ですよね。介入して、一緒に練習してみようかで。あなたならできると思うよっていうふうに勇気づけてあげるってことね。 はい。これがヘルプの時の関わりになります。そう。親として関わるときも、この共感を入れるっていうことが大事だよね。何々をやめなさいとかね。それ、えっ、ー、と、練習したらできるようになるよっていきなり提案をしたり、介入をしたりする前に、まずは共感をしてあげるってこと。共感と、えー、勇気づけ。これで、えー、介入を挟む、挟む、サンドイッチするってことね。何々しなさい。これはダメ、あれはダメっていうふうに審判、監督っていうふうに一方的に指示するだけやったら、 あの親子関係が悪くなってくることもあるよね。うるさいわってなっちゃうよね。なので、まずしっかり共感をして、指示したり、提案をして、そして最後、不安を取り除く、勇気づけをする。こうすればね、柔らかくメッセージを受け取れるんじゃないかなと思います。一方、サポート、つまり子どもの課題の時はどうするのかっていうのは、基本的に最初のステップは変わりません。共感ですね。共感したの後に、共感プラス、提案ですよね。提案。 提案もしくは何もしないってこと。プラス勇気づけ。この3点セットですよね。じゃあ読んでいきましょうか。友達と仲直りできるか不安なんだね。共感して。でも、この前、ま、まるくんが弟と仲直りできたの知ってるよ。その時、自分から謝って遊びに誘っていたよね。同じようにやってみるのはどうかな提案ですよね。そして、提案した後に、 あなたならできると思うよっていうふうに勇気づけをしていくっていうことだよね。はい。これも、まずは共感から入って、まあ提案するのであれば提案して、ね、そして勇気づけをするということですね。これ、これだってできると思うよ何か手を貸してるわけじゃないじゃないですか。提案をしてるだけですよね。はい。えー、だから友達との間に私が入って何かをするんじゃなくて、こうするのはどうって提案してるよね。まあこれは、えー、サポートの関わりになります。というように、 ヘルプの場合とサポートの場合の関わり方を変えるということですよね。はい。なので、関わり方を変えるためにも、まず今起こった問題が親の課題なのか、それとも子供の課題なのかっていうのをしっかり見極めた上で、親の課題であればヘルプする。ね、ヘルプっていうのは共感して、介入して、勇気づけする、ね。子供の課題なのであればサポート。共感して、提案して、勇気づける。これが おすすめでございます。はい。それでは、次ね、長くなりましたけど、境界線を引くって、これね、あの話せば1時間ぐらいなんですよ。ね。じゃ次、イライラを緩めるいきましょうか。これも1時間ぐらいになるかな。1時間ぐらいになるんですけど、まあ短く、キュッとやりますね。はい。イライラを緩めるのも大事だよね。イライラを緩めるのね。イライラするんですと。ガミガミ叱ってしまうんです。頭ごなしに叱ってしまう。ね。そんな自分は嫌なんだって自分を責めてしまったり、落ち込んでしまう。そして自己嫌悪に陥る。 そういうこともあると思うんです。そういう相談が多いです。で、じゃあその,そのイライラをどうやって緩めるのかっていうお話ですね。はい。で、そのためにはイライラのメカニズムを知ることが大事なんですよ。イライラとは何なのかどんなとこ時に起きるのかこれシンプルに、ルールと現実にギャップがある時に起きるんですね。つまりルールと現実とのギャップ。このギャップのことをイライラと呼びますと。 ルールというのは理想ということに置き換えることもできますよね、えーと。例えば、勉強しなさい。勉強,し,勉強し,しなければいけない。勉強しなければいけないと思っているのに、子供が勉強していない。勉強していない。遊んでばかりいる。とイライラするよね,ね。片付け、片付けするべき、片付けするべきと思っているのに、片付けしていない。とイライラするよね。 ね。とか、えー、遅刻してはいけないと思ってるのに遅刻するとイライラするし、学校に行かなければいけないと思ってるのに、学校行ってないとイライラしますよね。そういうことなんですよ。ね。自分の中にある理想、こうあるべき、ね。こうあるべき、べきですね。べきとか、ね。こうしないといけない。こうしないといけない。という、いわゆる縛り、見えない鎖、まあ思い込みなんですけどね。こういう思い込みに、 縛られていると、その思い込みと現実、子供が言ったこと、子供が行動したこと、そこにギャップがあったときに、イライラするんです。はい。イライラするんですよ。なので、イライラを緩めるためには、ね、やることは二つあって、この現実、現実を理想通りにするのか、する方法ね。えー、片付け、するべきと思ってたのを片付けさせるように、できるようにする。その関わりが一つ。 その関わりが一つと、自分のルール、こうしなければいけないということを緩めていくということ。で、現実に合わせていく。と、ルールと現実のギャップがなくなるよね。ギャップがなくなる。この二つの関わり方があるよね。で、引き出す子育てっていうのはどちらかというと、この現実、子供のやる気を上げたり、えー、子供が夢中になってできるようにするための関わり方を、ステップバイステップね、階段作ってやっていく。これは、引き出す子育てね。これ引き出す子育て。 で緩める子育てではどちらかというと、今自分の中にあるこうしないといけないということを緩めていく、今の子供に合わせたルールに変えていくということ、これが緩める子育てなんですよ。で どうやって変えたらいいのかっていうのは本当にね、あのー、おかちのこの YouTube の長尺動画、グリーフワークってやつがあります。えー、トップ、トップページにグリーフワークってあげてるから、それ見てもらえたら60分でがっつり解説してるので、それまず見てほしいんです。見てほしいんだけれども、まずシンプルに言うと、自分の中にあるどんなべきがあるのか、どんなしなければいけないのがあるのか、どんなルールがあるのかっていうのをまずは書き出してください。書き出すタイミングは自分がイライラした時です。 あなたがイライラしたとき、なんかもやもやしたときには、何らかのルールが発動してます。何らかのルールがあるんです。ルールと現実のギャップ。だから、今の現実を見て、その反対側がルールだと思ってください。例えば、今の現実、ね。勉強していないっていう現実があれば、その反対は、勉強している。これがルールですよね,ね。片付けしていないっていう現実があれば、片付けしているっていうのがルールですね。そう。イライラしたときには、現実を反転させると、自分のルールが見つかります。 まずは自分のルールを知ること。ね。これがすごく大事です。で、ルールを書き出して、そのルール、ルールの中で、譲れるもの、譲れるものと譲れないものに分けましょうってことね。これすごく大事。譲れるルールやって譲ったらいいや。まあ遅刻してもええわって思ったら、このルールがなくなる。ルールがなくなるから、遅刻してる子供にもイライラしなくなるってことね。そう。このルールの中で、譲れるルールと譲れないルールをしっかりと見極める。これすごく大事です。で、譲れないルールを見つけた。 譲れないルールを見つけ、あ、ま、まずすいません。譲れるルールがあったら、これは売買しましょう。売買売買したら楽になる。譲れるね。どっちでもいいってことやん、自分の中で。どっちでもいいんだったら、これを手放しましょう。これだけで、これだけではまずすごく大事です。これだけでもあのイライラが緩まりますよね。今までこうしなければいけないっていうルールが50個あった。それが30個。つまり20個減った。20個減ったら、それだけでもイライラするタイミングはなくなりますよね。減りますよね。はい。まずはここです。 譲れるルールは売買しましょう。そして譲れないルールがあったときに、譲れないルールを、ねえー、じゃあ、どこまで譲れるのかと、どういうルールがいいのかっていうふうに、新しいルールを書いていきましょう。新しいルールね。新しいルール、これあるかな新しいルール、こっちはここにはないけど、例えば、片付けしなければいけないっていうこと。じゃあ、どこまで譲れるじゃあ、リビングだけは、リビングだけでは片付けしなければいけないとかね。自分の部屋は OK。 リビングは片付けしないといけないっていうふうに、ちょっとこの100、100譲るんじゃなくて、ちょっと譲れるところを書き出す。書いてください。100、どいつでも、いついかなる時でも片付けしないといけないじないで、ね、リビングは片付けしないといけないとか、リビングでも夕ご飯の前までには片付けしないといけないとかね。そういうふうに譲れる部分、譲れない中でも譲れるところを見つける。で、ここはもう譲れないよね。 晩ご飯19時、19時までには片付けしないといけない。ってなったら、これを子供に伝える。これを子供に伝える。冷静な状態でね、冷静な状態でリビングでは片付けしようってうことを、えー、伝えていく。それをどうやって伝えていくのかっていうのは、あの、引き出す子育てとか、緩める子育ての本を見てください。あの、先ほどにも紹介したね、あの、あったねあ。まあ、まずこっちやね。 緩める子育てこちらの本にも書いてます。こちらの本にも具体的にイライラしたときに、どういうステップでイライラを緩めて、子供に提案していくのかっていうのを解説しています。これやりだすとね、すごく長くなってきますね。アサーティブっていうコミュニケーションがあったりね、えー、自分の中にあるそういうイライラを正しいワークに正しいルールに変えるっていうグリーフワークっていうテクニックがありますので、こういうところをね、こちらの緩める子育て、概要欄にもチェックしてるし、ここに QR コードあるんで、こちらをちょっとチェックしてみてくださいということです。で、この緩める子育て っていうのも全般的に言えるのは、こういうふうに自分の中にあるこうルールを緩めることなんですよ。こうしなければいけない、ああしなければいけない。このルールのことを人生脚本と呼んでおります。ということですね。人生脚本。で、僕たち、私たちは人生脚本に従って子育てをしてるんですよ。ね、こうしなければいけない、ああしなければいけないっていうルールです。そのルール通りに子供を、えー、育てようとしてるんですよ。 そので人生結婚っていうのは、0から6歳までの親との関係性によって作られた価値観とか考え方とか信念とかルールなんですね。そのルールの中には、先ほどでも言ったけど、譲れるルールもあれば譲れないルールもあるし、自分を、えー、不幸にするルール。自分を不幸にするルールもあれば幸福にするルールもあるんですよ。ね、で不幸にするルールは売買したらいいでしょう。幸福にするルールはそのまま持っとっていい。 っていう風にこの全てが全て今の時代に即しているルールではないんですよ。子供の時には必要やった。親に愛されるために親に嫌われないように大事やった。でも大人になった。今でもそれが本当に大事なのかっていうことを点検することが大事なんですね。それを点検する時にこの本を読んでいただけたら、この本っていうのはね。まさにこうしなければいけないっていうルールを緩める本なんですよ。 勉強させなければとか、将来困らないようにとか、迷惑をかけてはいけないっていうこういうルールを緩めて、新しい人生脚本を作る方なんですね。これをすることで、子供を伸ばす、頑張りすぎない関わり方ができるようになる。自然体で関われるようになるってことなんですね。はい。ということでございますよ。ございます。それでは、最後に紹介しましょうね。緩める子育て。三つ目。自分のために生きる。これ大事よ。 これはすごく大事ね。えー、冒頭にもお話し,しました、境界線の話ね。こうやって子供と親が重なってしまう、この共依存状態になってしまうっていうのは、自分の時間とかエネルギーとか意識とかをすべて子供に注いでるからなんですよ。子供が大事な気持ちはわかるし、子供に幸せになってほしいのもわかる。 そうなってしまえばしまうほど母子カプセルに子供を入れてしまう親と子がこうやって共存してし、共存っていうか親と子がこうもう一色体になってしまう、重なってしまうんですね、一心同体に。そうなれば先ほどお伝えした通り、共依存になって子供は自分軸ではなく他人軸で生きるようになり、自分と同じ生きづらさが子供に連鎖してしまうんですよ。子供を自立させたい。 自分と同じような苦しみを子供に与えたくないんやったら、しっかり境界線を引いて、相互依存状態にする。もっと言い,え言い方を変えたら、親が自立するってことなんですよ。はい。自立。自分の幸せを見つけて、その幸せになるための行動、アクションをしていくってことです。自分のために時間を作って、その時間で自分の人生を生きるってことなんですよ。自分のためにね。はい。これがすごく大事です。 これがなかったらどうなるのかというとね、これがなかったら、ね、周りの意見に振り回されるんですで。振り回されて周りの期待に応えようとするんですね,ね、えー。例えばこの人がね、英語やっといた方がいいんちゃうって言うたら、英語やらないといけないんだってこっちやって、ね。じゃあある B さんがね、えっ、ー、とね、じゃああの、自然教育いいよって言ったら、自然教育いいよって言ったら、じゃあ自然教育やらなあかんって思ってこっちやってね、えー、中学受験いいよって。 誰々さんが言った。誰々さんが言うたら、あ、中学受験させないといけないっていう風に、ね、周りの意見に振り回されてしまうんですね。振り回されて振り回されて周りの価値基準、周りの人の物差しによって自分がいい,い,い中学に行けたら、えー、私は、えー、なんていうか親として誇らしいみたいな、ね、子供の成績イコール自分の成績になったり、周りの人が欲しいものが自分も欲しくなる。これ偽物です。人間の欲望の9割は偽物って言われてます。 ね、人間の欲望の9割は周りの人周りの人 A さんであったり B さんであったり C さんであったり、まあ、インスタであったりテレビであったり周りの人が欲しいものが欲しくなるんですよ。ねそそま、周りの人が本当に自分が欲しいものじゃなくそれをしないと劣等感を持ってしまったりそれをすることで誰かに褒められる承認されるだからそれを手に入れないとってなってしまうんですね。 はい。そうすれば、どん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 自分を見失ってきます。自分の心を不在にして、周りの人に言われるがまま、行動してしまって。そして、それをやっても手に入れても、途端に色あせていく。自分は何のために生きているのか、生きている実感が湧いてこない。ね。そういう状態になっていくんですよ。そうではなくて、自分がどこの山に登りたいのかって、自分の山を見つけるんですよ。山、ゴールですよ。 自分が登る山を決めるんですね。自分はこの山に登るんだって決めて、そしてその山に登るための道を自分で作る。自分で作っていく。その自分で作るっていうのは人、いろんな人のアドバイスを聞いたり、本を読むっていうことも含めてですよ、ね。そうすれば、自分はこの山に登るんだというふうに決まっていれば、周りの人が A さんが中学受験させた方がいいんじゃん、自然教育いいんじゃう英語,英語やらせた方がいいんじゃうっていう周りの声に振り回されなくなる。意見として取り入れて、自分が 自分が、自分で自分の人生を生きるために必要な道を自分で作れるようになるんですね考えてください。あのー、僕たち、私たちは、それぞれ自分の山を登ってるんですよ。自分の山を A さんも B さんも C さんも D さんもね、エベレストに登ってる人もいれば、富士山に登ってる人もいる。ね、で、私、お勝ちは大福山に登ってるとするじゃないですか、ね。エベレストの人の意見、エベレストの人がね、そんな練習じゃ、日本一になれないよ。世界一になれないよ。 エベレストで、エベレストで遭難するよって、エベレストに登っている人がね、エベレストに登るための意見を D さんが言ってくれたとしても、まあね、じゃあ僕がどう思うのか、ね。僕はエベレストに登るわけじゃないし、ね、世界一を目指してもないんだって、ね。振り回されないわけじゃないですか。富士山が言う人、富士山登ってる人がね、そんなんじゃダメだよ、もっとこうした方がいいよって言われても、富士山を登るんだったらそれは大事かもしれないけど、僕が登るのは大福山だからっていうふうになるわけでしょ。 別に大福山別にね、エベレストに登らなくてもいいし、日本一にならなくてもいいんです。自分がどこの山に登るのか、登る山を決めるってことなんですよ、ね。登る山。これは人生のビジョンです。何のために生きるのか。自分の命をどこに注いでいくのか。これをしっかりと言語化するってことなんです。そういうふうに自分の山が決まったら、人の意見に振り回されなくなる。自分の物差しで自分自身を評価できるようになる。人の物差しで人に測られるんじゃなくて。おかっちが登る山はこれですよ。 え一番上、泣けるぐらい本気で熱くなれる人生を僕は泣きたいんですよ。自分の人生に感動して泣きたいんですよ。自分の力を発揮して全体でやりきったって言って泣きたいんです。これが僕の人生のビジョンです。右の、ね、山の図があります。これが僕の山なんです。そのためにどういう道を進んでいくのかってここに書いてますよね。 えー、コンテンツを作るとか、コミュニティを育てる、自分自身を深めていく、体を整える、具体的に言えば週一山登りをするであったり、夜9時までに眠るであったり、週5か本ギター練習するとか、月20冊読書するとか、こういうことです。下に書いてあるこれ、セブンルール、7つの習慣なんだけど、これ、失礼します。失礼しました。これをやることで、自分が登りたい山に登れるようになるんですよ。世の中にはいろんな山があるけど、自分がどの山に登りたいのか、あなたは、どの山に登りたいんですか あなたはどんな世界で生きていきたいんですかそれを言葉にして、物語にして、そこまでの道を作れば、周りの意見に振り回されずにそ、自分がやろうとしていること、自分の道が見えてきて、自分がやろうとしていること、自分が選んだこと、自分が決めたことに納得して前に進めるようになるんです。これが自分軸なんですよ。自分軸を持って生きる。自分のために生きるということ。これをすること。これをすることが大事なんです。子育てにおいても。なぜなら子供は、親が言ったこと、 以上に親親がどう生生ききてているるののか親の生き方を子供は見てるんですよ言ってることとやってることが違うかったら子供は親のことを信じなくなる。言ってることとやってることと日々暮らしている暮らし方ここが一致していたら子ど供への言葉が響くんですよ。こういうふうに話を聞きなさい。言葉で言うのは大事ですよ。でももっと大事なのは パートナーとどういうコミュニケーションをしてるかなんですよ。パートナーとのコミュニケーション、パートナーとの関わりを見て、子供は、こういうふうに人と関わるんだ。こういうふうに話を伝えて、こういうふうに話を聞くんだっていうことを学んでいくんですよ。生き方なんですよ。子供に、子供に何かを伝えたい気持ちもわかります。でも、まず大事なのは、自分の生き方を整える。何のために生きていくのか。自分がどういう価値観を大事にする。この4つの価値観。 どういう価値観を大事にして、そのために具体的に何をしたらいいのか。こういうことを明確にして言語化していくことがすごく大事です。ねえー、他の、他の方ね、これ受講生の方もいろんなことを作って、えー、ビジョンを作っています。自ら気楽に面白がれる人として自分が強く生きれる世界で生きる。そのためには知識が必要だし、自分について深い知識を持つことも大事。余価も大事だし、健康、健,康健やかで健康をよく生きること。そのために何をしたらいいのか、明確ですよね。 ね、早寝早起きとか、ね、小さなところから一箇所、毎日5分ずつするとか、こういう,うに明確にな,から、ね、なっていたら振り回されないんですよ、ね。自分が人生のランナーとなり、自分を好きな世界で生きる。ね、自分がどの山に登るのか、どのペースで走るのかとか、休みたい時に休むとか、明確にするんですよ。自分がどういう人になりたいのか、イメージを言葉で、ね、物語にしていくんですで。そのために何をしたらいいのか、運動する、余白時間を作るとかね。 軽やかに動き回る風としてワクワク楽しい心躍る世界を生きるとかね。可愛い,いおばあちゃんになる。いつも自然に笑みがこぼれてる。そういう人になるんだ。そのために自分の取説を作り、時々見直すとかね。こういうふうに明確にしていくんです。で、こういう地図を作って、一つ一つセブンルールを習慣化していく。習慣化させる。それが生き方を作るプロジェクトなんですよ。オカッチがやってるプロジェクト。 これはね、公式 LINE で案内しておりますので、興味がある方はね、ぜひチェックしてみてください。ぜひこのような方にはおすすめです。子育てに自信がないとか、親子関係を見つめ直したいとか、やりたいことが見つからない、なんか疲れたとか心が満たされない、周りの目がとても気になる、ぶれない自分の軸を作りたい、もっと楽に生きていきたい、そして暮らしを最適化したい、自分の講座を作りたい。このような方には、こちらの生き方を作るプロジェクトおすすめです。このプロジェクト、60日の中で、えー、自分はどう どういうふうな人生を生きていきたいのか、どういう働き方、どういう子育てをしていきたいのか、自分の人生の軸を作ります。物語にします。人生を脚本を作るんです、ね。新しい人生の脚本を作って、行動して習慣化することで、それが無意識にできるようになる。無意識にガチャッと、自分の人生脚本をガチャッと、新しい脚本をプログラミングできるんです。そう、人生脚本というのは無意識の人生計画です。無意識にアプローチすることが大事。 なので、今自分がどういう脚本に従っているのか、どういうルールがあるのか、その中には間違ったルールもある。そういうことをしっかりと言語化して、新しいルールをここに書いていくんです。セブンルールね。そしてそれを習慣化していくことで、自然体で頑張りすぎずに子供を伸び伸び育てる関わり方や、自分が楽に生きられる人との関わり方、そういうことを自然にできるようになります。 こういうことを生き方プロジェクト。そしてライフスキルコーチ認定講座では、これをさらに拡大して180日間ね、えー、こういう生き方を作るプラス、子どもの生き方を作る、子どもを自立させる関わり方。これを2つやっていくのがライフスキルコーチ認定講座です。ライフスキルコーチ認定講座では、生き方を作る、自分の生き方を作るのと、子どもを自立させる、その関わり方をマスターするということをやってますので、ぜひ公式 LINE もチェックしてみてください。 はいということで、えー、今日の話まとめましょうか今日の話まとめましょう今日はどこまで行ったらいいかなえーとタンタラタンタンタンここはい。 今日はね、えー、引き出す子育てと緩める子育てっていうことをね、最後こう7つ、合計7つ紹介しましたね。えー、これは、非認知能力を高めるために大事だよねっていうことでね。で、非認知能力っていうのは、まあ、そこまで戻らないかな。<laughs> そこな,かな。<laughs> 非認知能力っていうのはこれだよね、えー。数値では測れない能力、学力では測れない力ということで、非認知能力を高めることで学力も上がるし、将来の学歴、報酬、幸福度も上がっていく。そして、いつでも誰でも、ね、えー、えっ、ー、と、なんだろうな。 あの高めることができるんですよとで非認知能力が高いと失敗を恐れずに行動できるようになるね、えー、決めたことを最後までやり抜けるようになるということですね大きく4つあります非認知能力自分とつながる人とつながる夢を実現させるトラブルを解決するでございますはいでえー、っとそのために具体的にどういう関わり方をしたらいいのかっていうのはこの引き出す子育てと緩める子育てだよね引き出す子育てっていうのは足し算の子育て積極的な関わり であり。で、緩める子育てでは、今やらなければいけないということをやめていく。引き算の子育て。消極的な関わりになります。ということですね。はい。で、具体的に今日紹介したのはこの7つです。引き出す子育ては、聞く技術中心に紹介しました。まず聞く。ね、自分が聞いた分だけ聞いてもらえる。子供にそうそうと言わせる。 赤ペンを置きましょうってことですね。オウム返しをして、寂しかったのかなって、順番の重ねて悲しかったんだねっていうふうに、オウム返しをしながら、そうそうと言わせる。そして、例えばっていうことにきを子供に聞いていく。ね、聞いていくことで、それ今やろうと思っていること、その思いを具体化する。具体化できるから行動につながるって話はしましたよね。例えばって聞いてみてください。この中の一つでもいいからやってみてください。ね はい。そして、緩める子育てでは、境界線を引く。これすごく大事だってね。境界線を引く。そして、イライラを緩める。自分塾で生きる、ね。自分のために生きるってことを話しましたね。はい。境界線を引くっていうところでは、じゃんじゃんじゃーん。な。はい。えー、教異存にならないように、相互異存。つまり、親と子。自立した存在として、血のつながった他人なんでね、僕たちは。他人なんで、しっかり境界線を引いて、重なる部分はあってもいい。でも、違う部分は違う部分として、尊重するということですよね。 はい、で具体的にどう引いたらいいのか親の課題と子どもの課題最終的に困るのは誰かっていうことを問いかけてみましょうでそれぞれに応じてヘルプなのかサポートなのかっていうことを見極めていくっていうことですねヘルプなのであれば共感介入勇気づけサポートなのであれば共感提案勇気づけの関わりになりますはいでイライラを緩めるイライラ,イライラっていうのはルールと現実とのギャップです だからイライラした時には自分の中にあるルールに気づくチャンスなんですで。そのルールを書き出して譲れるものと譲れないものを見極め譲れるものは売買しましょうで。譲れないものはどこまで譲れるのかっていうことをちょっと考えてその上で子供に提案する。どうやって提案するのかっていうのはこちらの。 緩める子育てでばっつり紹介してますので、こちらも手に取っていただけたら嬉しいです。そして最後はね、えー、自分塾で生きる、自分のために生きるってこと大事だよねってことですね。どの山に登りたいのか、どんな人生を歩んでいきたいのか、死ぬときに周りの人にどういうふうに言われたいとか、自分は周りの死ぬときにどういうふうに思,い思って死にたいやりたいことをやっていけばよかったとか、ねえー、もっともっとあの仕事の時間じゃなくて家族と過ごす時間を多くしたらよかったとか、 そういうことが多いですよね。死ぬ時の後悔として。第1位が、やりたいことをやっていけばよ、やっておけばよかった。これが一番多いんですよ。そういうふうに後悔することも分かってるんですよ。分かってるんだったら、今の間にできること、自分がどういう人生を歩んでいきたいのかっていう設計図を作りましょう。はい。 いろんな設計図があります。こちらはね、生き方プロジェクトでね、がっつり紹介してるんで、興味ある方はね、公式 LINE をチェックしてみてくださいということですよ。はい、いうことです。で、著書の紹介ってことね、今日も紹介した、引き出す子育てと緩める子育てね、引き出す子育てはこっち、丸一ね、こちら。 ね、50個紹介してます具体的な関わり、子供の非認知能力をどうやって高めるのか、そして緩める子育て、これはイライラとか自分攻めを緩めるってことでね、緩める子育てです。こちら、概要欄にも貼り付けておりますし、QR コードもありますので、ぜひそちらも手に取ってください。はい。そして、公式 LINE もやってます。公式 LINE、親と子の生きづらさを紐解くライフスキルの学校ということで、こちらではね、人生脚本を書き換えるための動画を26本。 有料講義の動画をバス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 って切って26本毎週プレゼントしているので、ね、プレゼントしているので、ぜひこちら受け取ってください。毎週じゃない、2週間に1回かも。ちょっと頻度はわかんないけど、とにかく26本プレゼントしているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。こちらに QR コードもあります。で、こちらにはね、えー、先ほど紹介した著書では紹介できなかった幻の原稿もプレゼントしているので、もう まず漏れなくく皆ささん受け取ってくださいねこの番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子どもを自立させる関わり方やコーチング術を紹介しています。明日聞いてもいいかなと思っていただいた方はこちら。 またあの、チャンネル登録ボタンを押して、で今日紹介した、えー、自分の中にある人生脚本をどうやって書き換えるのか、80分の長尺動画と、でえー、自分の中のルールを具体的にどういう風に書き換えていったのか,っていか、書き換えていったらいいのかっていうグリーフワークを紹介したあの長尺動画ね、今回のような講演動画もすでに1本、えー、3本ぐらいかな、2本かな、上げてますので、ぜひそちらもチェックしてほしい。なので、チャンネル登録をしておいてくださいで、えー。今日の配信聞いてなんか、参考になった部分であったり、お菓 頑張ってるなとかなんかあればね高評価ボタン押してください。高評価ボタン、コメントも全部見てますのでよろしくお願いします。ということで今日はこんな感じでしょうか。アイアマスター、ユアスター、自ら輝けば世界はピッカピカに輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。長尺動画、楽しい。3ヶ月に1本やっていくからね。